ホンダ今システム、ホンダ今システム、ホンダ IMA システム、ホンダインテグレーテッドモーターアシストシステム、ホンダインテグレーテッドモーターアシストシステムは、ホンダ技研工業が開発した小型、普通乗用車用、ハイブリッドシステムである。一時期、今を、今とローマ字読みして、今、今は、未来とプロモーションしていたことがある。2000年のインターナショナルエンジンオブザイヤーに、選ばれている。 本来、今システム、以下、今は、ガソリンエンジンと、電気モーターの双方の動力源を持ち、ハイブリッドシステムの種類としては、エンジンとモーター両方が並行して駆動する、パラレル型に分類される。電力は、自動車の制動、巡航運転時に発生するエネルギーを改正。余剰エネルギーをモーターが、発電機となって回収し、バッテリーに充電するため、充電する作業は必要としない。 エネルギー補給はガソリンの給油のみである。手動力源はエンジンであり、名前の通りモーターは必要に応じてアシストし、エンジンのトルクが不足する状況時にモーターが駆動し、トルクが増大される。発進時や加速時などで余剰トルクが不要になり、燃費が改善できるようになった。停車時に作動する。 オートアイドルストップシステムと今に採用されているエンジンの低燃費性能により燃費向上しフライホイールの役目を成す薄型ローターと一体化したモーターが動的に負荷変動を吸収するためエンジンの回転は滑らかなものとなっている。当システムは日本ではインサイト、シビックハイブリッド GRZ フィットハイブリッドフィットシャトルハイブリッドフリードハイブリッド フリードスパイクハイブリッド、北米ではさらに、アコードハイブリッドに採用された。インサイト及びシビックハイブリッドの燃費性能は、国土交通省の平成16年燃費の良いガソリン乗用車ランキングで、それぞれ1位と3位、10.15モード燃費値、36.0kmL 及び 31.0kmL であった。アコードハイブリッドは、 可変シリンダーシステム VCM を採用した V6.3-0L エンジンとの組み合わせでガソリンエンジン搭載車に対し15馬力上回る25馬力の出力を発揮しながら時期4エンジン搭載車と同等の燃費性能を得ている。手動力源はあくまでエンジンであり、モーターアシスト機構を組み込んでシステムが作り上げられ、モーターは補助動力として設計されている。 モーターバッテリーは小型、軽量なものを採用し、シンプルなものとなっている。超低燃費を狙うには、エンジン単体で燃費性能を向上することも要求されることになる。1997年に、今が発表された、際のコンセプトカー、JVX に採用されたエンジンは、ビテック機構とガソリン直噴機構を採用して、低燃費を測った。 直列3気筒サイ最シ C1.0 リットルリーンバーンエンジンであった。1999年に発売されたインサイトに搭載された S 社型は基本形式は同様であったがガソリン直噴機構は採用されなかった。2001年に発売されたシビックハイブリッドにはさらに進んだルタ型直列4気筒サイ最シ C1.3 リットルリーンバーンエンジンが搭載された。 同年発売されたフィットのエンジンと同様に合い、DSI を採用し、回生ブレーキ性能向上のため気筒を吸止、ビテックシステムや樹脂製パーツや超小型パーツ等を導入して軽量化も図られている。気筒を吸止、ビテックシステムとは、自動車の減速時に効率よく、モーターがエネルギーを回生できるよう、4気筒のうち3気筒のバルブを、 ビテック機構で吸収させることによって、エンジン出力と拮抗しないようにし、エネルギーの回生ロスを低減するよう設計されたものである。2004年に北米で発売されたアコードハイブリッドは、J30A 型 V 型6気筒サイチェシー3.0リットルエンジンと、蒸気2車種と比較して、大排気量のエンジンを搭載しているが、低燃費技術のアイビテックと VCM を採用。 VCM によって、純工時は前側3気筒のみで駆動することによって、低燃費を実現している。2005年に発売された2代目シビックハイブリッドでは、基本は、初代と同じ1.3リットルエンジンであるが3、ステージアイビテックとなり、全気筒休止も可能となった。全気筒休止により改正の効率向上し、低速クルーズと間加速時にモーターのみでの走行モードの追加がなされ、 3ステージアイビテックによる低速カム高速カムの切り替えによりエンジン出力が向上している。また、結果的に脳対策向上をも含め、リーンバーンではなく理論空燃比に近づいた。2009年に発売された2大メインサイトでは、蒸気シュビックハイブリッドのエンジンを基本とするが、アイビテックは3ステージから2ステージに変更となり、気筒休止と通常動作の切り替えのみとなった。 そのため、シビックハイブリッドに比べて、最大出力は若干低下している。引き続き、低速クルーズでモーターのみの走行が可能になっている。薄型 DC、ブラシレスモーター、交流動機電動機を採用している。インナーローター式で、エンジンクランク軸に対しては直結で減速ギアは持たない。使用する電圧は、インサイトでは 144V であった。サイズは、 幅が 60mm と薄型で軽量であり、それをエンジンに直結している。エンジン直結という性格上、プリウスなどと比較して、高速型モーターであり、またモーターのみを積極的に活用した EV モード、電気自動車走行には適さない。また同様の理由で、レイアウト上、軸方向の薄型化が必須である。このため、軸方向が短い集中感で、リラクタンストルク、 モーターのトルクはマグネットトルクとリラクタンストルクの輪で決まる利用しない表面磁石式モーター SPM の設計思想になっている。始動と停止を頻繁に繰り返されることを考慮しブラシレス化することによって耐久性を高めている。エンジンでは車種によってそれぞれ違うものが搭載されているのに対しモーターに関してはどの車種においても常実の概要を有するものが一貫して 採用されている。とはいえ、モーターの改良は行われており、シビックハイブリッドのモーターを例に挙げると、ローターを焼結核酸結合製法なる製法で製造したり、導線の形状を丸から四角にすることで高密度を測ったり、内部の磁気回路に改良の手を加えることで、従来のインサイト用のモーターと比較し、アシストトルク、回生トルクともに約30%向上したという。 2代目シビックハイブリッドからは磁石を SPM、表面磁石型から IPM、埋め込み磁石型に変更したことにより、リラクタンストルクの有効利用も可能になり、トルク、出力ともに大幅な性能向上が行われている。144V という電圧は、日本国内の法律により以前制限されていた電圧であり、法律の改正、電気用品安全法を受け、 トヨタは、現行のハイブリッドカーの使用電圧をすでに前、モデルより上昇させていい。動力改正性能の向上においては、電圧はより高い方が、発生出力に対しコスト的に廉価に構成ができる、ことから、ドライブ電圧は順次上がっていく方向にあり、2代目、シビックハイブリッドでは 150V に達しているが、2代目、インサイトは、バッテリーセル削減のためか 100V になっている。 それに合わせて、モーター最大出力も2代目シビックハイブリッドに大衆減少した。1999年に初代インサイトに採用された蓄電装置には、ニッケル水素 n i メガヘルツ電池が採用され、今バッテリーと名付けられた。電池は、円筒形モジュールであり、個々のセルが20個直列に接続されて一つのユニットを構成し、3時間放電率で6.0。 R の容量を持つ。モーター同様に小型化が図られ、ラゲッジスペースした、後輪の間のスペースに設置されている。バッテリーのそばにパワーコントロールユニット、ピーク、モーター及びバッテリーを制御する装置が配置されている。2001年に登場した初代シビックハイブリートの今バッテリーにも n メガヘルツ電池が採用されているが、二次電池の調達先の変更。 パナソニック EV エナジー産業電機によって様々な面で改良がられており、さらなる小型化で容積を約30%削減し、性能向上が図られた。この今バッテリーにピークを統合、インテリジェントパワーユニット IPU と名付けられ、電装ユニット全体の容積を約50%削減でき、この IPU をリアシート裏に沿って設置し、4ドアセダンとして、 実用になる程度のトランクスペースが確保できるようにした。2004年以降の初代インサイトやアコードハイブリッドにも改良型の今バッテリーが採用され、以降2005年に登場した2代目シビックハイブリッド FD3 型、2009年に登場した2代目インサイトゼニ型、2010年に登場した CR-Z フィットハイブリッド GP1 型にも 同種の n i メガヘルツ電池が採用されている。2011年に北米市場において登場した3代目シビックハイブリッドの今バッテリーには g s ユアサとホンダの合弁会社であるブルーエナジー社製のリチウムイオン二次電池 LI 二次電池が搭載れた。ホンダのハイブリッド車として初めて高出力なリチウムイオン二次電池を採用する3代目シビックの IPU は 3.6V40 セルの構成により、バッテリー電圧は144 v となり、先代のニッケル水素電池に比べて、エネルギー密度が2倍、出力密度が4倍、出力が33%アップの 20kW となったが、体積は36%減の16リットル、重量も29%減の 22kg と、大幅な小型軽量化を果たし、 搭載性の向上に寄与することとなった。コンセプトカーの JVX には、ウルトラキャパシタと名付けられた、蓄電装置を採用していた。ウルトラキャパシタとは一種のコンデンサであり、密る放電時のエネルギーロスが少ない、充電時間短い、寿命が長い、と、長所が多く、次世代の蓄電装置と言われている。しかしコストが高いのが難点であり、 量産車での採用は見送られている。ただし、大容量定員ーダンスのキャパシタは、バッテリーの投下インピーダンスを下げる目的で、現行の、どのハイブリッド車のパワーユニットにも必ず、搭載されている。今は、パラレル型のため通常の自動車と同じ、トランスミッションが必要となるが、その点を逆手に取り、CRZ やフィットハイブリッドの RS に、 マニュアル仕様が設定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。